ブロニスラバ、ニジンスカブロニスラバ、ニジンスカは、ロシア帝国、ミンスク出身のバレエダンサー、振付家。ポーランド人の舞踏手一家の生まれで、バーツラフ・ニジンスキーの妹。4歳の時、ニジニノブゴロドの劇場で、初舞台を踏む。その後、提出バレエ学校に学び、17歳で、マリーンスキー劇場のダンサーとなった。1911年に、兄。 ニジンスキーを追ってバレエリュースに入団、牧神の午後などで兄と共演するなど、バレエリュースを代表するダンサーの一人として活躍した。1914年、ニジンスキーがバレエリュースの主催者、セルゲー・ディアギレーフに解雇されると、彼女もバレエリュースを離れるが、1921年から1925年にかけて、再びバレエリュースに参加、1922年の 狐で、初めてバレエリュスのための振り付けを行い、以来、同段初の女性振り付け師として活躍した。代表作に、ロシアの民族的色彩の濃いストラビムスキー作曲、結婚、ジャズエイジの上流階級を風刺した、プーランク作曲の、メジカなどがある。パントマイムや小道具を排して舞踊のみで構成する、作品として知られている。バレエリュスを退団した後は、 イダルビンシュタイン一座のために、ボレロ、妖精の接吻の振り付けを行ったほか、バジル大佐のバレーリウス・ド・モンテカルロにも参加した。1937年、ポーランド政府筋の妖精で、ワルシャワのポーランドバレエ団のバレエミストレスとなる。半年足らずのうちに、ショパンのピアノ競奏曲一番による、ショパン競奏曲など5つの作品を作り、隣国ドイツを巡演するなど、 順調な滑り出しであったが、1938年に突然解任される。この時の寄付やノートは、対戦の勃発ですべて失われてしまった。1938年に、米国に移住し、ロサンゼルスでバレエを教えた。1960年代には、フレデリック・アシュトンに招かれ、英国ロイヤルバレエ団に、バレエリュースのレパートリーであった、メジカ、結婚を振り付けた。 彼女の生徒で知られるのは、マリアトールチーフである。二度結婚し一男一女を設け、長男は交通事故で亡くしたが、長女のイリーナは長じて舞踏主となった。生涯で最も愛した男性は、ロシアのバリートン歌手、ヒョードル・シャリアピンであった。1972年、心不全のため81歳で死去。ありがとうございます。